みんなクレイジーなのかなって結構僕も探すのが大変。言えないのばっか浮かんじゃいますね。言えないのばっか浮かんでいきます。僕らよりも有名なんだな今はって言ってました。ルートに乗せてほしいなっていう感じ、ね、本当ですか。予備校の先生方やっぱ制約きついっすよね。各予備校の皆様、制約を排除してください。そうでは始まりました。めちゃチャンネルです。今回はですね、中森先生においでいただきました。はい、ハローゼア。中森先生のハローゼアが見れるのはこのチャンネルだけ。はい。ということなんですが、今回ですね、はい、予備校講師から見た武田塾、そして武田塾講師から見た予備校講師っていうのはちょっとどんなものなのか聞いてみたいなと思います。なるほど、はいはいはい。やっぱ結構質問されるので、予備校講師側から、ね。なるほど。はい。まあ、武田塾って何してるの、はい、中森さんって一体何をしてる人なのみたいなのがいっぱい来るんですけど、どうなんですか中森先生から見て、最近だっていろんな予備校講師とね、はい、コラボしてますもんね、はい、中森さんから見た武田塾講師から見た予備校講師ってどんな感じですか今までコラボしてきて。そうっすね、僕は結構会う前は、まあ、特に広政社長とか、はいはい、広政先生はですね、はい、学びエイドの社長で元東進の先生ですもんね、はいはい、まあ、森田先生もそうですけど、予備校以外のことやってる方と最初会うことがすごく多くて、で昔の先生の話を聞くことがすごい多かった。あ、そうですね。だからみんなクレイジーなのかなって思ってたんですよね。なんかその通りだと思いますから。要は僕らが生徒ぐらいの頃にいた予備校の先生の逸話を結構いろいろ教えてもらうことが多いじゃないですか。そうですね。だからもう本当に一線級の方とやっぱり知り合う機会が、まあ、出口先生もそうですけど多くて、なんか話聞くとすげえなこの人たちというか。そうですね。まあ本当にぶっ飛んでるし、かつそれに盛った話がね、盛られた話が来るので、もうぶっ飛んでるのにさらに盛ってくるので、もうとんでもないやつらだっていうふうにね、はい、思うことが多々あるんですけども。ただ最近は割と若手の方とお会いすることも多くなってきて、はい、その方たちの話聞くと、あれ予備校の先生って普通なんだなってというか、はい、そうですね、だいぶ角が取れた業界だと思いますね。そうですね、ひじ先生ともこの間やってましたし、で話聞くとやっぱりその話すのが好きな人と書くのが好きな人とか、うん、やっぱ予備校の先生でもいろいろジャンルというか、うん、得意不得意があるんだなっていうのを話してて、すごい思うようになりますね、はい、まあ、すごく有名な講師の人でも全然本書いてないっていう人もいますし、そこまでなんか予備校で知られてなくても本はいっぱい書いてるみたいな人もいますよね。あれ今までどんな人とやってきました？まあ、それこそ、まあ、広政先生、出口先生、まあ、あと、まあ、先日お会いした肘先生とか、柳生先生、あと鈴木先生、世界史のとかですかね。はい、まあ、あとは、マラビードの先生方とは何人かお会いもしてますし、まあ、あとは、著者の先生とかがたまに会いたいって言って来てくれたりして、はい、秘伝の物理の先生とか、お会いしたこととかもありますし、あと、フォーカスゴールドの先生とか、ね、はい、お会いすることもありましたし、まあ、でも本当に、この業界はみんなそうとかじゃなくて、やっぱ一人一人違うんだなっていうのは、ありますし、なるほど、はい、いや、よかったです、そうです、はい、面白いですね、やっぱいろんな人の話を聞くのが。そうですね、それはあると思います、本当に。え、ちょっとどんな逸話聞いたんですか言える逸話とかあるんですか。言えるのを探すのが大変かもしれない。いや、そうっすね。言えるのを僕も探すのが大変ですね。言えないのばっか浮かんでますね。言えないのばっか浮かんできますね。蹴落とし合いでしたからね、昔はやっぱり、はい、本当にどうやって相手をしまかしてやるかっていう感じで、まあ、同じ時間に同じ授業が行われてるっていうですね、はい、同じ校舎で、はい、今じゃもう考えられないですけど、そういう状況でもう片っぽの方にボンと行って、もう片方がガラガラになるみたいなのが、それが当たり前の業界でしたからね。今そんなの考えられないね、武田塾でそんなことありえないじゃないですか。やりようがないですけど、本当に人気商売だったんだなって感じはしますよね。そうですね、本当の戦いっていう感じでしたね、はい。で、その先生たちにいろいろ会うことがあるんですけど、はい、今彼らが言うのは、それから武田塾講師の方が有名である、中森先生だったり、はい、まあ、高田先生だったりとかっていうのを見て、彼らの方が僕らよりも有名なんだな今はって言ってます。あー、なるほど。あの頃何百人教室とかをバンと埋めて、すごいわーってなってたけども、今や僕らの時代は終わったんだなっていう人いますね。へえ、そうなんですね。武田塾の看板がこうサンドイッチマンがいて、
バンとなるのを見ると、八大は変わったんだなって思うって言ってました。ああ、なるほど。じゃあ結構やっぱり、業界でも僕らの武田塾の名前っていうのは知られるようになってきてるって感じなんですか？そうだと思いますね。はい、もう圧倒的に、だって普通に考えて授業をしてる人よりも見られてるわけじゃないですか。はいはい、圧倒的にやっぱり YouTube でのポンと出た方が知名度、ポンといくので、はい、だから、やっぱ YouTuber やろうかなって言ってる先生たちは結構いるので、もう一花咲かせたいとかですね。ああ、なるほど。あ、でもそれで思い出しましたけど、まあ、はこれ話せたらと思うんですけど、はい、予備校の先生方、やっぱ制約きついっすよね、結構。ああ、そうですね。はい。ほんとそうです。だから結構なんか YouTube どんどん出せばいいのにみたいな、はい、なっちゃえばいいのにって思うけど、結構やっぱ許してくれないケースありますよね。そうです、はい。許してもらえないってことが結構多いですね。はい、そこで、だ僕もちょっとコラボしたいけど、コラボになったらかかるとかっていうのが出ちゃったりしてますよね。ご自身のコンテンツがやっぱり出せないじゃないですか。はい、武田塾はやっぱり結構その先生方に会ったらびっくりされるのが、公開情報の多さですよね。そうですね。ルート全部出してるし、指導方法も全部出してるし。やっぱ予備校って隠す商売っていうのがすごかったですからね。はい、自分の教えてるそのやり方をいかに出さないかとかっていうのが、やっぱかなり大きかったですし、この自分のオリジナルのやり方なんだ、他は誰も言ってないみたいなのを、授業受ければ、講習受ければ見れるんだみたいにやるのが、まあ、予備校の常套手段でしたけどね。はい、それをまあ根本から覆した感じですからね。だから、なんて言えば、結構カルチャーショックだったのかなっていう気はしますよね。商品見せても買ってくれんだみたいな、うん。そうそう商品見せても買ってくれるし、はい、さらに強化のエキスパートでなくても成績は伸ばせるんだっていうことをですね、出したっていうのが、そこはやっぱり根本から覆したっていうのはすごいあると思います。だからいろいろ武田塾について説明しても予備校の先生たち未だに理解してもらえないです。どういうこと返事はどういうことまあなんか結構その僕もよく先生方に言われるのが、よくそれでこう売り上げ出せると思ったよねみたいな、そうだね、そこが商売になるんだみたいな、うん、やっぱりその林塾長のやっぱ先見の明はとんでもなかったっていろんなところで言われましたね。あとはまあやっぱルートに乗せてほしいなっていう感じですよね。本当ですか。言いますね、やっぱりね。はい、いやールートもね、僕自身がやっぱりこの特に今年は思ったんですけど、ルートがえらい勢いでいろんな人に知られてて、あ、はいはい、だって言うて所詮一つの塾の指導参考書の順番じゃないですか。はい、なんかこのルートっていう言葉が一人歩きしてて、他のところも結構出すようになってきたじゃないですか。はい、そうですね。でも別に僕がオリジナルで使ってるワードでも何でもなくて、普通にそういうもんあるかなと思ったんですけど、はい、僕は10年以上前からルート出してるんですよね、ブログとか使って。そうですね。全教科武田塾以外で出してくれてるところって、そうですね。ないんじゃないですかね。いろんなとこはルート出してますけど、そうですよね。確かに。全教科出すとかなかなかないですよね。実は武田塾って大学別でもルートあるんで、はいはい、実際数百種類ルートってあるんですよね。おー、すごい。全部発表するとそれだけで動画埋まっちゃうからやんないですけど、動画上では。だから結構簡単にパクれんじゃないかなと思ったら、うん、意外とみんなパクんないなっていう感じが結構してはいますかね。はい、なるほど。これからもしかしたらね、いろいろやってくるかもしれないですけど、はい、今予備校講師たちもね、ルートに乗せて俺のないんだとかってな時々言われたりとか、まあ、逆にね、西先生なんかは、はい、これが本当に乗ってて、はい、ありがたいって言ってますしね。嬉しいですね。あと出たいって人が何も。あ、本当ですか。それこそ縛りがないなら全然出ていただきたいんですけど、ね、僕もそれ大丈夫なんですかっていうその縛りがなきゃね、そのいろんな方出せるかなと思うので。いやー、でももう一言で言えば予備校の先生ってやっぱすごいなとは思いますね。やっぱりその僕が持ってない知識すごいいっぱい持ってますし、うんうん、逆に僕突出した知識を持ってるっていうよりは、できない人の話を多分全国でトップレベルで聞いてるし、うん、対応したことがあるっていうところが多分特徴なのかなと思ってるんで。確かにそれはあると思いますね。そうですね。でっかいね、予備校でボンと教えてる人がそれをね、一個一個相談して、まあ、ましてや他教科のことなんてね、はい、話したりしないですからね。そうですね。だからそこが強みであって、だから一個一個のやっぱり教科の話っていうのは圧倒的に先生方の方が素晴らしいと思うんで、うん、そういう話はどんどんもう私もこの動画でとか出していきたいし、はい、聞きたいなと思います、うん、なるほど。じゃあいろんな人に声かけてですね、はい、その制約さえ制約さえなければ、ね、はい、呼んできて、ね、武田塾チャンネルで。そう、別にね、武田塾講師と予備校講師が仲が悪いとか、はい、そういうことは全くないですしね、教科で戦ってるわけでもないですし、はい、なんで、ね、ぜひどんどんね呼んでいきたいと思いますので、はいはい、期待してもらえればいいと思います。はい、各予備校の皆様、制約を解除してください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。みんな出たがってるの出られないって声が非常に多いです。はい、
うちのチャンネルも出てください。ということでございます。はい。高中春先生に、ちょっと武田塾講師から見た予備校講師、予備校講師から見た武田塾講師について話聞いてみました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。